その今でもよく思うのは、そういう人間的な部分にねいろいろ偏るっていうのだけではなく、あの市販で売られているねその商品の知識っていうものをですね勉強するのもねいいんだというふうに、思いますね。なんかその人間的にこうどんどん傾いていくような感じっていうのはですね、ちょっと危機感を僕示しているんです、昔から。だってそこにあるですね電気ケトルのついてねいろいろ思わないんですかとかね、そういうエアコンのフィルターとかエアコンのじゃあ使い方とかね全部わかるんですかとか、あとじゃあ飲み物コンビニ行ったらね全部飲んだことあるんですかとかね、いろいろあるじゃないか、そういうのもね。で、人間的に傾くとそういう商品知識を詰め込もうっていうところまでいけなくなる気がするんですよ。だからそのそれこそその金融の関係の商品もありますし、それこそなんて言うんでしょうかね、普段使っているもの、例えばヘアブラシとかね、ああいうのでもすごいいろんな種類がまあ実際あるわけで、とてもじゃないですけどね、普段使っているものだけではないはずなんですよ。はい。ですのでそういうもののその多様性についての理解もちゃんとしておきたいですし、普段自分が使わないものへの理解というか、そういうのもね面白いんじゃないかなというふうに思います。それこそ僕が変なことを言うとファッションにねいきなり興味を持ち出したり、例えば香水に手を出してみるとか、それこそそのなんだろうな、突然じゃ冷蔵庫にね興味を持つようになりましたっていう風になってもおかしくない。それこそ車が欲しくなったりするかもしれないし、バイクが欲しくなったりするかもしれないじゃないですか。そういうことでね、やっぱり興味を示すっていうのもですねいいんじゃないかなというふうに思いますけど、もうちょっとつまらない話でしたからね、この辺で失礼したいと思います。これはですね普通のメインチャンネルに載せる動画ですので、よろしくお願いします。では失礼いたします。で、あとはですねオビワン・キノービっていう映画がですね、また新たにこうディズニープラスというねオンラインサービスの中で公開されるということで、そちらの映画もですね今後暇があったら見たいなというふうに思っています。はい。ビワン・キノービってね僕すごく好きなキャラクターだったんですね。昔スター・ウォーズという映画を見ていた時にね、うわかっこいいキャラクターだなと思って、ちょっとそれもですね今後見ていきたいなというふうに思っています。でね、仏教寺院とかってね本当街を歩くだけでそういう参拝できる場所ってねよくあると思うんだけどね、ああいうのって僕はね足を踏み入れたくないと思ってるんですね。それでうまくかわしつつですね散歩も楽しめればいいなというふうに思っています。で、タカヒロゲームスというかなチャンネルではですね今後電車で GO の任天堂スイッチ版のですね走ろう山手線編というねそういうのが発売されているらしいので、そちらの方の購入と合わせてですねゲーム画面もちょこちょこお見せできればいいなというふうに思っていますね。はい。今後はその好きなアーティストのライブにはですね足を運ばないようにしつつですね、DVD 化されたりした場合においてはそちらの DVD で鑑賞することはね若干あるかもしれませんけどね。はい。でもね本当それぐらいしかないんですよ最近の、その直接その関係のないところではね
で、僕のその喋り口調っていうのもね、その昔のいろいろ迷いがあった頃はね、いろいろ余計なこともね、いっぱい言っていた時もあったんです。あの、この人何言ってんだろうみたいなことをね、平気でペタペタ言ってることもあったと思いますが、最近はね、そこまで大きな的外れのようなことはね、あんまり言わなくなったような感じがするんですよね。でもなんかそういう無駄っていうものが人生をより彩り豊かにしてくれるっていうこともね、おそらくあるので、はい、皆さんこんにちは、鈴木貴博です。またですね、新しくオープニングムービーをですね、作りました。まあその以前にもですね、それはお伝えしてあったことだと思うんですが、そういう細かなですね、変化にもですね、敏感に反応してくださる方々にはですね、楽しめるんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、今後ですね、2月3月というふうに、冬に近いですね、中に入っていくにあたって、僕もですね、その一種その休養をですね、うまく入れつつやっていきたいなというふうに思っているんですね。例えばその今ね、この花火見ていただいて、ちょっとその思われた方いるかもしれません、ちょっと出っ歯なんですね、僕ね。こういうふうにね、なってるんですね、前歯とか歯並びって下も上もね、アーチ状になってるんですけどね、これはね、日に日にですね、こういう V 字になっていくような、そういう危機感っていうのがあってね、そういう歯並びにならないように、ちょっとそのマウスピースとかをね、あらかじめこう寝る時とかに使って直していくっていう、そういうのがあるんですけど、それをですね、今後も引き続きスマースピース矯正というものをですね、なんとかやっていきたいなというふうに思っています。で、その V 字とかね、ああいう極端な歯並びになるとね、その本当にその口を閉じてることとか鼻呼吸っていう当たり前にね、普段行っていることが難しくなったりもするので、早めの段階に寝る時間を使ってマウスピースをね、ちょっと口にはめてね、なんとかこう歯並びをね、いい状態にキープできるように、していきたいなというふうに思っています。はい。